こんにちは、森脇 TV です。はい、今回もアプリの紹介していきたいと思います。東京 MX テレビ各週木曜夜1時40分から放送しております。話題のアプリ A じゃないか、こちらでご紹介したアプリをこの森脇 TV でも紹介していきたいと思います。はい、まず最初に紹介したいアプリはこちらになります。傾きアクションゲームローリングジュエルということなんですけどね。傾きアクションゲーム説明動画あるんで、こちらの方をご覧ください。シンプルなのに奥深いローリングジュエル。画面を傾けてボールを転がし、キューブを取ると得点。連続コンボを達成すれば高得点をゲット。集中力とテクニックで世界ランク1位を目指そう。はい、ということでね、こちら傾きアクションゲームローリングジュエルなんですが、画面を傾けてボールを動かし、キューブを集めて高得点を狙うということですね。シンプルなアクションゲームです。システムやツールを開発している会社がゲーム開発のプラネットフォームを使い始めて1ヶ月でどんなものができるかチャレンジして作ったアプリ。1ヶ月で作ったアプリですって。すごいですね。スマホのジャイロ機能でスマホを傾けてボールを転がし、キューブを獲得していくだけ。シンプル。連続でキューブを獲得すると高得点と。キューブを取るとボールのスピードも上がるので難易度が上がっていくということですね。補足情報としましては、スタート時にどこにボールを落とすのかでも戦略が変わってくる。ジャンプボタンでボールをジャンプさせると空中のキューブも獲得でき、よりハイスコアを狙うことができる。ランキング1位のプレイヤーは200万点ということなんですけどね。とりあえずやってみましょう。じゃあちょっとやっていきますかね。よしよしよし、これで転がしていけばいいわけね。おい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 、あ、なかなかコンボ続かないな、これ。おしおしおし。おしおし。なんか盛り上がりにしては。おお、はいはいはい。ジャンプボタンで。おお、わあ、飛び出た。よし。あ、やべ、時間がない。時間がなくなる。時間がない。飛び出た。これ不用意にじゃ、もう、どうしたんだどうしたんだ。おっと、終わっちゃった。あ、これ一回落ちるとダメだな。はい、ということで、なかなかね、慣れるまで難しいと思いますけど、慣れたらね、結構いけんじゃないかなって思いますけどね。ただこのゲーム1ヶ月で作ったってすごくないですか？ 1 ヶ月でできるの、こんなの。多分ゼロから始めてですよね。すごいですね。ねえ、ということで、こういう傾きを使ってね、ちょっとね、コツがいります。最初、ボールがピューッと落ちていくんですけど、落ちた瞬間にタップすると、なんかボールがペタッと止まるみたいですね。これちょっと難しい。ちょっとやり込まないとなかなか難しいと思います。電車とかでやるときは、白熱して周りの人に目をかけないように気をつけてくださいね。1ヶ月でできたゲームですけど、中身はなかなか面白くてエキサイティングなゲームになっております。ローリングジュエル、やってみてはいかがでしょうか。はい、続いて紹介するアプリは、誰でも作れるビザプリペイドカードバンドルカードということなんですけども、金額を入力するとスマホ上のカードにチャージ、ビザ加盟店で支払いに使えるっていうことなんですけども、ID とパスワード、生年月日、性別、電話番号の5つの情報だけでスマホ上にカードが持てるということなんですけど、ちょっととりあえず説明動画の方ご覧ください。誰でも作れるビザプリペイドカードバンドルカード。好きな金額を入力するだけでスマホ上のカードにチャージ。すぐにビザ加盟店での支払いに使えるんです。ウェブ決済にも対応。履歴もすぐに確認できて安心。これからのお買い物はポチッと簡単に。はい、クレカでなくプリペイドカードなので、年齢制限や審査もなく誰でも作れてすぐに使える。あとは必要な金額を入力すれば最大2万円までポチッとチャージでき、ビザ加盟店で使える。
リアルの店で使うカードも申請後 1,2 週間で届くということなんですね。補足情報あります。翌月までに銀行、コンビニなどで支払えば OK。 チャージや支払いもすぐに通知されて、明細もアプリ上でチェックできる。アプリからカードの使用停止や再発行もでき、セキュリティ面でも安心。あ、これビザカードを持ってない人でもすごく上限の低いカードができちゃうってことだ。で、まあここのスマホの中にもできるし、リアルなカードも作れるっていうね、このアプリから。これ便利じゃない。これからもうほんとキャッシュレスっていうんですかね、もう現金持ち歩かないように、もう日本の政府がそういう風な方向で動いてますからね。だから子供にお財布持たせるんじゃなくて、このカード1枚持たせてお小遣いをここにチャージしてってあげるとか、そういう世界になってくるんでしょうね。でもこれだったら何買ったかとかも、どこでいくら使ったかとかもちゃんと記録できるから、親はお小遣いあげてもその明細が見れるから安心かもしれないですね。いやでもね、時代はどんどん進んでいくんでね、こういうのにもねついていかないと。なんかいろいろあるじゃないですか、なんかペイペイとかね、ラインペイとか、もう全然使えてないから俺、やろうともまだ思ってないですけど、まあでもこれを機にちょっとねキャッシュレス考えてみたいと思います。皆さんもいかがでしょうか。誰でも作れるビザプリペイドカード、バンドルカードでした。さあ続いて紹介するアプリはモチベーションアップアプリ風光明媚ということなんですけども、いやアプリでモチベーションがアップするんだったら全然使う。ちょっとまずは説明動画をご覧ください。モチベーションアップアプリ風光明媚、心の状態に合わせて選択肢を選ぶだけで6人のキャラクターからモチベーションが上がるメッセージがもらえます。頑張り屋で甘えベタなあなたに、アプリで心にサプリを。はい、ということなんですけども、こちらは心のサプリメントのような新しいタイプのアプリです。もうすごいね。開発者は心理学検定1級の心のプロ。あ、なるほどね。なんだ、占いみたいな感じなのかな。辛い時、頑張りたい時、前に進みたい時など、まあ常にそうですけどね、心の状態に合わせた9つのシーンが選べる。感情に従って選択肢をタップしていくだけで、人間の多様な側面を表した天使、悪魔、美女など6人のキャラクターからモチベーションを上げる具体的なメッセージがもらえるため、共感、自己肯定しやすく元気になれるということなんですね。いやいやいや、ちょっとやってみようかな。補足情報先読んでいきますね。アプリを使うと表情マークが履歴として残るので、見返すと自己分析もできる。なるほど。自分の頑張りを見返すことで元気になる効果。統計データも出るので、世の中の人がどんなことで元気をもらいたがっているのかなども分かる。あ、なるほど。同じように頑張っている人がいることが分かり、勇気づけられる効果も。あ、なるほど。まあ繊細な人とかね、すごく助かるんじゃないですか。ちょっと各言う私も、まあ、繊細なところございますのでね、いろいろねネットで叩かれることもありますわ。そういう時はね、グググッと心が落ち込みます。そういう時に見たらいいんでしょうかね。早速開けてみましょう。はい、風光明媚やっていきましょう。辛い時には天使と悪魔の心のサプリメント、頑張りたい時は美女と野獣の勇気のエネルギー補給、進みたい時は太陽と月の神の行動のカンフル剤。まあやっぱりね、癒されたいですよ。辛い時は天使と悪魔の心のサプリメント、癒されたい、行ってみたいと思います。表裏一体、癒されたい、クスッと笑うことで嫌な気分を変えます。職場の人間関係や家族との圧力、生きているとどうしても嫌なことは起きます。しかしいいことと悪いことは表裏一体、起きたことのいい面を見た後はユーモアでクスッと笑うことで気分を変えます。癒されたい時におすすめのツールです、ということなんで、始める。いいことと悪いことは表裏一体です。あれ、最近あなたに起きた嫌なことは何ですか。やっぱり僕はね、今、まあ、お芝居の稽古中なんですけども、今ね非常に稽古も大詰めでして、やっぱり稽古をしてね、まあいろいろ家で考えて役作りして、稽古場に向かってそれを、稽古場で出すわけですけども、やっぱり演出家さんとか、ね、他の役者さんとかの評価が気になってしまいます。はい、見てみましょう。評価が気になってしまう、評価が気になってしまう、それは嫌なことがありましたね。とても嫌な気分になったことでしょう。でも見方を変えると上昇志向があるのですね。それに会社への貢献、評価とも関係します。ただ
なかなか羽を伸ばせませんね。そんな時はプレッシャーかけすぎ、そう心でつぶやいて。今日の格言、たまには私も上司を評価。いいから一人で抱え込むなよな。なるほど、最後にそういうね決め台詞なことを言ってくれですね。上司を評価しろと、まあ、今回で言うならば共演する渡辺裕之さんとか極楽の門の山本さんとか、逆にその人たちを評価すればいいですかね。いや怒られるわ、絶対言えんわ。はい、ということでね、こういう風にまあもうちょっとね やるだけでね、見ての通り笑顔になっております。ね、なんか今見たらなんか会社勤め、上司とかなんかそういう人間関係とかいろんなことができましたからね、会社勤めで、ね、人間関係苦しんでる方とか、仕事に行き詰まってる方とかね、嫌なこと言われた、嫌な怒られ方したとか、いや本当ね、世の中で悩んでる人、悩み続けるんじゃなくて、まずはこういうアプリに頼ってみるってね、回復するかもしれませんよ、心がね。やってみないとわからない、試してみてはいかがでしょうか。モチベーションアップアプリ風光明媚でした。はい、このようにですね、話題のアプリ A じゃないか、番組でご紹介したアプリをこの森脇 TV でも紹介しております。番組の方は各週木曜夜1時40分から放送しておりますね。東京 MX テレビです。元モーニング娘ヤグちゃん、アンタッチャブル柴田くん、あとねペイちゃん、ね、あの派手派手のペイちゃんね、あーなんかね一緒にやってますんでね、ワイワイやってます。で本当に役立つアプリ、面白いゲーム、いろいろあれねあって紹介してるんで、番組の方のチェックよろしくお願いします。そしてこの森脇 TV もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。